皆さんこんにちは。ウィーレジェンド管理用紙の布目です。今日は私のバッグの中身をご紹介したいと思います。私はですね、普段バドミントンをしていまして、小学校5年生から始めてるので、バドミントン歴はだいぶ長いです10年ですね。はい、今もまだ続けてます。主な成績ですと、最近ですと全日本シニアで30代でミックス準優勝、35でもミックス準優勝、女子ダブルスが3位ですかね、という成績で今も続けております。まずバッグからお見せしたいと思います。よいしょ。これがラケットバッグです。この真っ黒の長方形のバッグで、シンプルなものにしてます。ラケットバッグもいろんな種類あって、小物とかもっと色がね明るいものとかあるんですけど、このバッグの形と色が好きで、ずっと結構この形使ってるんですけど、前の会社では私丸の内で OL をしていましたので、ちょっとね、丸の内になかなか派手なラケットバッグ背負っていくわけにいかないので、こういう目立たないシンプルなバッグというのでしたら、こっそり持っていけたので、それでこの形が好きでずっと使ってます。早速中身の方をお見せしていきたいと思います。まずはですね、バドミントンですので基本的なラケットですね。人によってね、本数いっぱいもっと多い人もいるんですけど、私は基本2本にしてます。男子とかだと結構ガットのテンションが高いと、すごい硬く張ってると切れやすいんですよ。なのですぐ切れちゃうので、ほんと5、6本持ってる方とかもいますけど、私はまあそこまで切れないので、まあ同じメーカーのラケットですね、種類のもの2本持ってます。次にはい、シューズはこれです。でその他には、私は結構ストレッチ用品持ってます。ストレッチポールですね、ちっちゃいやつで、もう軽すごい軽いです。持ってく時と持ってかない時とあるんですけど、結構試合の時とかは持ってって、アップの時に体ほぐしたりするのとか、筋膜リリース的なことしたりとか、可動域広げるためのストレッチで使ってます。でその他にも、そういうストレッチ系の体ほぐす系で、こういうのとか、テニスボール足とかに当ててコロコロしたりとか、あとゴルフボール、たまに土踏まず私痛くなることがあるので、ゴルフボールで土踏まず、この上から踏んでちょっと柔らかくしたりとかしてます。次がですね、まあ私管理栄養士ですので、栄養のものについても常に常備してます。スポーツドリンク飲むので、その時用のシェーカーと、このポーチが私の食料品ポーチになってます。だいたい家からシェーカーの中にもうスポリカとか入れていくんですけど、一応予備でもいつも自分で手元にこのお試しのスポリカは常に入れてあります。あとはアミノ酸系ですね、仕事上ね、試作品作ったりするので、その時のものとかなんですけれども、 BCAA の、ものっていうのも持ってます。あとはプロテインの粉も持ってってます。その他にはですね、これです。これは何かというと MD になります。マルトデキストリンです。マルトデキストリンは糖質なのでエネルギー源になるんですよ。なのでもしちょっとエネルギー不足を急遽感じた時には、スポーツドリンクにこの MD をちょっとプラスして飲むようにしてますので、これも持ってます。そして塩です。これはですね、ちょっとミネラルが割と残す製法で作られてる塩なんですけれども、夏場で汗いっぱいかく時とかはちょっと多めに塩分取るようにするので、これも常に持ってて、ちょっと釣りそうだなと思ったらまたスポーツドリンクに足して飲むようにいつも持ってます。あとは栗羊羹です。和菓子ってやっぱりエネルギー源になるので、糖質がすごく多いのでいいんですよ。長期保存も可能なので、割とこういうものも常備してます。緊急時の非常食みたいな感じです。でまあ私やっぱりその食べ物系のものを結構持つようにしてるんですけれども、その理由っていうのは、激しく動くスポーツなので、バドミントンもそれでいて1日に結構試合数が多いんですよ。5試合とか6試合とかやる時もあるんですね。もちろん食べ物も十分なだけ持っていって、試合の合間合間でこまめに食べるんですけれども、それでもエネルギー不足を急遽感じる時があるんですね。でそういう時にエネルギー源のものを持ってるということと、あとはやっぱ釣りやすくなったりとか、疲れてくるとそういうことも出てくるので、そういう時のも緊急時に対応できるように塩も持ってたりとか、栄養面でなんとかそのリカバリーできることはもう絶対したいって思ってるので、そういうのに備えて常備してます。
そしてさらにそこに痛み止めのお薬ですね。この痛み止め飲んでまでする試合っていうのは結構私の中でも限られてます、全日本シニアの時ぐらいですかね、今でしたら。その他のところでいきますと、アンダーラップですね。このアンダーラップはバドミントンですとグリップを巻く前の下にね巻いたりするようなんですけれども、夏場だと汗がすごく出てきて、腕とかにかいた汗が手のひらまで来てラケットが滑りやすくなるので、私はこれをリストバンド代わりみたいにして、腕に巻いて、それでくるくるってして、その汗がこっから下に落ちてこないように使ってます。あとはですね、グリップ、シューズの紐のスペア、あとはケアのところで、湿布、絆創膏とかですかね、テーピングとサポーターですね。ちょっと肉離れになりそうだなって思った時にはちょっとそこを固めるような時とかに使ってます。 あとこれが保冷バッグですね。夏とかやっぱり氷をたくさん入れた状態でドリンク持ってくんですけれども、だんだん溶けてきてしまうので、できるだけその冷たい時間長くするために保冷バッグに入れて使ってます。水分補給って体温を下げる働きもあるので、冷たいものを飲んだ方がより体温下がりやすくなりますので、そういった意味でも温度も重要なのでこういったものを使ってます。これはクッションですね。バドミントン会場ってだいたい床とか椅子に座るんですけれども、硬いので下が長時間座ってるとお尻痛くなっちゃったりとか、冬場だと冷えちゃうので常にこういったものの上に座るようにしてます。あとは汗拭きシート、シャワーセットですね。シャワーセット、あとはですね、これが洗濯物入れとして使ってます。これ B レジェンドのあの袋なんですけれども、バドミントン選手大体これ何かしら持ってると思います。ブースとかでね、記念 T シャツとかいろいろ売ってるんですけど、そういうの買った時にこういう袋に入れてもらえるんですけど、これを絶対みんな何かしらのメーカーさんの持ってて、着替えたものを入れて洗濯袋として使ってます。あとはうちわです。バドミントンはですね、光が入っちゃいけないので暗幕を閉めて、風も入るとシャトルが飛んでしまうので、基本締め切りで行うんですね。なのですごく熱がこもりやすくて暑いので、うちわは夏場は必需品です。それでは今日はですね、バドミントンバッグの中身をご紹介いたしました。管理用紙なので特に栄養補給面は気を使って、こういったものを常備してるんですけれども、その他にももしこういったもの持ってるよとか常に持つようにしてるよとかあったら教えていただきたいので、コメント欄の方に書き込んでいただければと思います。競技が何であっても結構似たようなところはあるので、真似できるところもあるかと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。